どうも、ジャスティンでーす。今日はですね、こちら見てください。ドーン！こちらはですね、私の家の本棚にある、あたしんち全21巻でございまーす。はい、今回は私はですね、このあたしんちという素晴らしい漫画について語らせていただこうと思っています。そもそもあたしんちという漫画を詳しくない方のためにご説明させてください。あたしんちというのは、とある家族に着眼点を置いた日常系コメディ漫画なんですね。そのあたしんちっていうのは、後に大人気になってアニメ化もされて、アニメ一時期終わったんですけど、アニメが第2期放送されて、そして映画化もされて、そして昨年の3月からは、あたしんち公式 YouTube サイトっていうのが開設されるくらい、今も変わらず大人気の漫画がこれなんですよ。あたしんちっていう漫画が放送されたのが2002年のことだったんですけど、その時も私6歳か7歳だったんですけど、その時からずーっと見てて、今回はですね、この素晴らしいあたしんちという漫画の中から、あたしんちのお母さんという主役の方がいるんですけど、その方が普段行っている節約術にピックアップしてお話しさせていただこうと思います。普段私もですね、一人暮らしで節約生活をしているので、あたしんちから取り入れられることってたくさんあるんですよね。皆様気づいてない方いると思うんですけど、これってただ単に面白い漫画じゃないんですよ。節約術も学べる教育系漫画だと私は思ってるんですね。漫画から学べることってたくさんあるじゃないですか。料理だったらクッキングパパ、友情系だったらワンピース、そして節約だったらこのあたしんちなんですよ。この全21巻の中からより優れていたあたしんちのお母さんの節約術を10選今回紹介させていただきます。ただですね、漫画の中身を見せちゃうとそれはネタバレになってしまいますので、口頭で全てお伝えさせていただきます。参考にしたいあたしんちのお母さんの節約術10選、まずは1つ目は節約料理としてちくわのメインのおかずをたくさん作る。これ有名ですよね。あたしんちのお母さんっていうのは節約を極めるときちくわを使うんですよ。これ何がすごいかって、私ももちろん節約生活をする上でこの食材で頑張っていこうって決めるんですよ。そういう時って大体お豆腐だったりとかもやしだったりとか、めちゃめちゃ安いもので済ませようと思うんですけど、あたしんちのお母さんはね、私の考えよりはるか上に行くんですよね。正直ちくわってもやしや豆腐よりもちょっと高いんですよ。ただね、ちくわっていうのはそのまんま味がついてるわけなんですよね。もやしって言ったら味付けをしないといけないんで調味料代がねかかるわけなんですけども、あたしんちのご家庭ってちくわ焼いただけがおかずに出るんですよ。まあ確かにそれだけだったらね、質素だなって思うんですけど、ちくわってもうそのものでもう味ついてるんですよね。だから調味料代がかからない。しかも私は一人暮らしなんでもやしでいいですけど、ご家族でいる中でもやしだけポンって出されたらちょっと嫌じゃないですか。でもちくわ出されたらもやしよりかはいいなって思っちゃうんですよね。それもなんでかって言ったら、ちくわ自体がめちゃめちゃ美味しいから。もうこの私んちのお母さんの一歩先を行く節約術、本当に尊敬させていただきますね。ぜひとも参考にしてみてくれたら嬉しいです。そして2つ目は、家族に不評だったおかずはアレンジレシピにする。これもすごくないですか？もしこれが私だったら絶対やらかしてます。というのも、私も普段は自炊するんですけど、ただめちゃめちゃまずいおかずができてしまった場合、それ最悪破棄することってあるんですよね。もうこれはさすがに食べられねえなって思ったら、もう全然手つけないとか全然あるんですよ。節約としてもったいないことしてるんですけども、こればっかりは仕方がないんです。ただね、私んちのお母さんは違うんです。家族からも不評だったとしても、そのおかずをカレーに入れるだったりとか、そういうアレンジをしてまた後日食卓に出すんですよね。これ何がすごいかって言ったら、家族を飽きさせない技術なんですよ。どういうことかというと、仮にそのおかずが余ってたとして次の日出しますよね。そしたら、またこのおかずってなるじゃないですか、子供たちは。ただそのおかずが次の日アレンジレシピとして出るのだとするならば、子供は違うおかずなんだなって思って、ちょっとテンションが上がりますよね。というふうに、私んちのお母さんっていうのはご自身の節約の考えじゃなくて、子供たちご家族のことを思ってやっているんだなと。もしかしたらただ単にドケチなのかもしれないんですけど、私はこのように読み取っています。ぜひとも参考にしたいです。続いて3つ目は、節約を極めすぎて自分が計りになる。これどういうことかというと、私んちの漫画で一つあるんですよね。私んちのお母さんと娘のみかんと一緒にお惣菜を買いに行くんですよ。でもそのお惣菜っていうのはグラム数で金額が変わるものだったんですね。私んちのお母さんはちょっとでも安く済ませたいから、グラム数を測り器で測る前に自分の手で測って、これは 250g だから安い、買ってよしっていう風に一旦私んちのお母さんで一時審査するんですよ。これすごいですよね。皆さんも節約を極めるために自分自身が測りという機会になれますか？なれないですよね。私も絶対になれないです。でも私んちのお母さんは機械に化けてでも節約をしようとする。この技術すごいんですよね。しかも自分が測りになっちゃえば、節約以外でも
活躍できるんです。普通に料理を作る上で何グラム測らないといけない、測りがないな、測りが壊れてるなっていう時に、私自動お母さんの体を使って測ることができる。これめちゃめちゃ一石二鳥だと思います。そして4つ目は、安い食材ならいくらまずくても買う。これすごいんですよね。私もそうなんですけど、スーパー行ったらとりあえず安いもの買いたいじゃないですか。で、150円のマヨネーズ、130円のマヨネーズあったら130円のマヨネーズを買うんですよね。で、家帰ってその130円のマヨネーズを食べたらめちゃめちゃ美味しくなかったってなったら、もう今度からは20円高くても150円のマヨネーズ買おうっていう考えになるんですよ、私だったらね。ただね、私んちのお母様は全然違うんですよね。もうそん中まずい、もうなんだったらね、ご家庭がいるんで家族からもまずいまずいって言われても、安いからって言って信念貫き通してそれを買うんですよ。ただね、家族から不評を受けるっていうのは最大のデメリットではあるんですけど、ただそれを貫く信念を私は買いたいなって思っていまして、ただね、私んちのお母さんってずるいところがあって、私んちのお母さんってお尻セレブなんで、トイレットペーパーはちょっと高くてもふんわりしてる質のやつしか買わないんですよね。そういう風な自己中な私んちのお母さんのコメディ要素も含まれていて、かつ節約、これ二大巨匠の面白さを持っている私んち、全然飽きないです。そして5つ目は、保管しすぎてダメになった調味料も使う。これすごくないですか？調味料って使わなすぎてダメになる瞬間ってあるじゃないですか。私ももちろんあるんですよ。私は特にお塩なんですけど、お塩って使わなくなるとカッピカピになって出てこなくなっちゃうんですよ。そしたらね、普通だったら破棄するじゃないですか。私も破棄してた時ありました。でもね、今ね、私んちのお母さんの術のおかげでそのお塩使えてるんですよ。どういうことかっていうと、私んちのお母さんはカッピカピでこう振っても出てこないお塩を床にガンガンガンって叩いてから出すんですよ。この強引さも節約のうちの一つなんですよ。だってこれすることによって別に傷つく人も誰もいないし、なんだったら使えるからもうめちゃめちゃハッピーじゃんっていうことで、これは最高の節約術ですね。節約術っていうか、もったいないことをしないという、この精神素晴らしいなって思います。母親としての鏡だと思います。そして6つ目は、ゴミ袋は何が何でも一つにまとめる。これ私も経験あるし、皆様ももしかしたらご経験あると思うんですけど、ゴミ袋ってやっぱり一袋に対してちょっとお金かかっちゃうじゃないですか。私んちのご家族の地域でも、明日はゴミの日だから子供たちに言うわけなんですよね。あなたたちの部屋のゴミも持ってきなさいよって、持ってきてもらって一つにまとめるんですけど、ただパンパンすぎて結べない。こうなったらゴミ袋を二つに分けないといけないじゃないですか。そしたらその一袋分もったいないじゃないですか。だからもう私んちのお母さんは詰めて詰めて、それキュウキュウにも入れ込んで、なんとか縛ろうとするんですけど、でもそれでも縛らないから、私んちのお母さんが取った行動っていうのは、ゴミ袋に向かってヒップドロップをするんですよ。一回ジャンプしてから自分の重さでバーン、そしてゴミ袋をシャーンってするんですよ。で、語彙力がなさすぎて申し訳ないんですけど、私のようなカス人間には絶対できないんですけど、私んちのお母さんは節約のために自分の体を捨てるんですよ。それでゴミがね、もうぺっちゃんこになって、でようやく結べるかなって思ったんですけど、でも私んちのお母さんはまだちょっと余裕を持ちたいから、ゴミ袋をでかいダイヤルを回すかのようにくるくるくる回すんですけど、ただそっからゴミ袋がね、耐えきれなくって、ゴミ袋が穴パーンって開いて、周りにゴミがパーンって飛び散って、でゴミの雨が家に降りまくって、虚しくなって漫画終わる。続いて7つ目は、捨てる予定だった靴下を間違えて洗濯機にかけたらもう一回履く。どういうことかっていうと、私も履きすぎて穴が開いてしまった靴下なんて捨てるんですよ。捨てるんですけど、間違えて洗濯機にかけてしまって、その靴下がね、洗剤によって綺麗になってしまった。このまま捨てちゃうとね、洗剤代もったいないじゃないですか。だから私んちのお母さんはね、それ履くんですよね、もったいないから。で、それで履くんですけど、私んちのお母さんもおっちょこちょいなんで、またそれを洗濯機にかける、それのルーティンなんですよね。こういう風にただただ面白い漫画に見せかけといて、実は私んちのお母さんは靴下を節約する、こういう節約術があるんだよっていう遠回しのこのメッセージ、本当に最高だと思ってますね。ちなみにこのテーマ、もっとすごいのがあるんですよ。そういうおっちょこちょいな私んちのお母さんはね、捨てようとしている靴下を毎回洗濯機にかけて捨てれないんですよ。で、どうするかってなった時、洗濯機にかけて次は履かないで、その靴下で窓掃除をするわけなんですよね。さすがにもう窓掃除した靴下はいくら洗濯機にかけようが履かないじゃないですか。窓掃除したやつ洗濯機にかけるやついないじゃないですか。こういう知恵もね、すごいんですよね。本当に尊敬させていただきます。そして8個目は、夏はエアコンはつけない、頭から蒸気が吹き出ようがつけない。ちなみに私は自宅でウサギのミータンっていうペットを飼育していますので、その子が体調を崩さないように夏場とかをもうフルでエアコンつけてるんですよ。なのでね、私んちのお母さんが行っているこの節約術を参考
にしたいけど、まあ、ちょっとできないっていう部分はあるんですよね。だから私はすることはできないんですけど、ただ私んちのお母さんはご自身の頭から蒸気が出ようとも節約のためにエアコンを使わないっていうこの信念がすごい。普通に褒めさせてください。頭から蒸気が吹き出て誰しもが限界だろうって思った時に、私んちのお母さんは昼ご飯に冷たいそうめんを食べるんですよ。ここで一瞬だけ回復するんですよね。こういう風に食事をして回復させるっていうこの技術もね、まあ、節約としていいなって思うんですけど、ただこの一つの注意点としては熱中症にかかる可能性があるので、まあ、やりすぎは良くないかなって思いますね。続いて9つ目、これも夏のエアコンに関するお話なんですけども、子供部屋にエアコンがないからリビングのエアコンの風を子供部屋に届けるために部屋を大改造する。これすごいですよね。これただ単の節約じゃないんですよ。子供部屋は2つあるんで、2つのエアコンを買うなんてこんな難しいことはないんですよね。エアコン代がめちゃめちゃかかりますから。でも私のお母さんは子供たちにも涼しい風を感じていただきたいっていう思いで家を改造する。これは親としての愛ですよね。愛が感じられるんですよ。もう時間を犠牲にしてでも家を大改造して、そして子供たちの部屋に風を送るというね。これで子供たちも涼しいって言っていましたし、私んちのお母さんの愛と節約が描かれている一つのお話がこの漫画のどこかにあるので、よかったら読んでみてください。そして最後10個目、私んちのご家庭では父の給料日の前日はご飯がグレードダウンするんですけど、給料日になった途端おかずがグレードアップするんです。これももちろん描かれている話があるんですけど、私んちのお父さんの給料日が20日だとするならば、だいたい15日くらいから徐々におかずのレベルが下がっていくんですよね。そのおかずっていうのは高野豆腐だったりとかちくわだったりとかね、そういう風に質素なもので子供たちも嫌がるわけなんですけど、ただ20日になった途端何を出すか、お母さんはとんかつを作るわけなんですよ。そしたら子供たちが、あー嬉しいみたいに、もうめちゃめちゃ喜んでくれるんですよね。これ何がすごいかっていうと、そういう風に毎回ご飯いいもの作ってお金を使うんじゃなくて、グレードダウンする時もあればグレードアップする。これでお金の使い方、食材費が調整することができると思うんですよね。そしてこれ何がすごいかっていうと、下げてあげてるんですよね。これ節約術だけじゃなくて、私たちの日常でも使える技なんですよ。教育系だったりすると、常に褒め続けられると、その褒めに新鮮味がないじゃないですか。でもね、毎回厳しいけど、たまに出す褒め。この褒めめちゃめちゃ嬉しくないですか？そういう感じで先ってガーンってもうめちゃめちゃ上がるっていう感じが最高で仕方がないんですよ。参考にさせていただきたいなって思っています。はい、ということで参考にしたい私んちのお母さんの節約術10選見ていただきました。ご視聴ありがとうモルコンでした。皆様いかがだったでしょうか？私んちに興味がなかった方もこの話を聞いて私んち自体に興味を持ってくれたら嬉しいなって思っています。私も過去にいろんな漫画を読んできたんですけど、私んちの漫画が一番大好きなんですよね。私んちってもちろん節約も素晴らしいんですけど、誰も傷つかないような漫画なんですよね。誰かが血流すとかそんなこともないんです。まあそういう漫画もめちゃめちゃ面白いんですけど、そういうのとはまた別の見方ができるほのぼのした漫画なので、ぜひともね、節約を参考にしながら楽しんでみていただけたらと思います。もちろん私が紹介した私んちのお母さんの節約術以外にもたくさん節約術はこの漫画に詰まってるんで、それで笑いあり知識も蓄えられるような素晴らしい漫画をたった21冊で身につけることができるんですよね。ぜひとも皆様に読んでいただきたい作品だと思っています。私もこのように節約 YouTube をやらせていただいてるんですけど、私んちのお母さんには頭が上がらないです。師匠だと思っています。ということで本日もご視聴ありがとうモルコンでした。このチャンネルでは私が普段行っている節約術、節約レシピたくさん更新していきますので、参考にしてくれる方ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。あとですね、私は SNS を行っています。 Twitter、Instagram、TikTok、 こちらもチェックしてフォローしてくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイティーン。めっちゃ漫画揺れる。